六甲学院中学校、高等学校。六甲学院中学校、高等学校。六甲学院中学校、高等学校。A、六甲ジュニアシニアハイスクールは、兵庫県神戸市灘区のカトリック修道会のイエズス会を母体する中高一貫教育の私立男子中学校、高等学校。2015年度までは、六甲中学校、高等学校と称していた。 高等学校においては生徒を募集しない完全中高一貫校である。イエズス会により、1937年、昭和12年財団法人六校中学校設立。翌年に旧制六校中学校開校。イエズス会が日本で設立した最初の中等教育の学校である。それ以前には、1913年、大正2年、東京に、 上智大学を設立している。設立当時、戦時色が強まる世相の中、カトリックの学校として軍部に睨まれ、迫害を受け、一時は損害の危機に見舞われた。そのような中、国民改兵の全体主義に流れず、一人数とを大切にする教育を願い続け、最後には軍部にもファンが生まれたという。1947年、昭和22年に、 神聖六甲三大校長以降により、地域だけでなく、訓域といった、両親に立ち返り、キリスト教の絶対的価値観をよく解釈した、本当の日本人として社会に尽くせる人になる、六甲精神の基礎が作られた。阪急電鉄六甲駅から二十五分ほど坂を、登ったところにある、標高差が百五十から二百メートル歩きつい坂だが、 遮るもののない神戸一円の景色、瀬戸内海が見える。開学間もない1941年、昭和16年、鉄筋コンクリート作りの校舎が建てられた。この年は太平洋戦争開戦の年であり、統制により大規模建造物の建設は規制を受けていたため、学校関係者の苦心も相当なものであったという。2012年、 平成24年の創立75周年の年、2037年の100周年を見据え、より安全で時代に即した利便性を目指した新校舎が完成した。2010年に旧校舎が取り壊されたが、校舎内廊下のタイル張りなどは旧校舎のデザインを踏襲したものとなっている。2013年4月には行動棟、アトリウムの改修工事が完了。 宗教科教室と食堂が新設され音楽室と家庭科室の移転も完了した。また、仮校舎が建っていた第二グランドは人工芝が整備され75周年記念事業により校内は大きく様変わりしている。2016年4月にイエズス会教育の実現と進化を目的に設置者である六甲学院を含む姉妹校の4つの学校法人栄光学園。 広島学院、大成学園は、学校法人上智学院と合併した。また、同時に校名を、六校学院中学校、六校学院高等学校に改称。合併後各学校法人は解散するが、各校は、上智大学の付属校にはならず、名称もそのままに独立経営が維持される。マンフォー・アザーズ、他の人々のために生きる人間に、 イエズス会が設立した日本国内の他の学校、栄光学園、広島学院、上地、福岡も同じ理念を共有している。創立75周年を機に、六甲学院ミッションステートメントが作成された。カトリックの男子校であり、厳しいしつけの教育と他者を思いやる、奉仕の精神、保護者とも密に連絡を取り合うアットホームで面倒見の良い、本物の教育や、 強化を通じて、規律を教える教育が、幸風となっている。また、アクティブ、ラーニングと称し、郊外へ向かう社会科の試み、またグループワークを基調とする国語科での試みなど、21世紀を見据えた教育にも取り組んでいる。全学年とも4クラス170名から200名強、募集定員は192名で構成され、全校生徒数は中高合わせて、 約1100人。完全中高一貫校で、欠員補充を除いて、原則として、高校入試は行われない。昭和50年代数年間実施されたこともあったが、実績はあまり上がらなかった。授業形態の特徴としては、高三の分離共通数学アルファ、ベータ、ガンマ、上級、最難関大学レベル、中級、難関大学レベル、初級、神戸大学レベル、 英語は A、S、B、Advanced、最難関大学レベルスタンダード、難関大学レベルベーシック、神戸大学レベルと3クラスが同時に開講されており、異なったテキストで異なった教師が教鞭を取る。それらから自分に合った一つを選択する。なお、英語の授業で提供されるテキスト、Progress in English、6校の英語は、京都大学を意識して作られている。 作成したのは、プログレス・イン・イングリッシュが、ロバート・エム・フリン、イエズス・シンプ、元教員、六校の英語が英語科教員。以前は、プログレス・イン・イングリッシュを、中学高校全学年で使用していたが、近年では中学のみで使用し、高校では、六校の英語を使用している。なお、プログレス・イン・イングリッシュは、女子学院中、だか、白百合学園中、だか。 生鮮女学院中、だか、小林精神学院中、だかなど他校での採用実績もある。中学校での留年制度は90年代後半に廃止されている。中学校から高等学校への進学基準は厳しくはないが、六甲学院中学校に入学した定員約184名の生徒のうち、数名は、中途大学、他高校進学、転校し 六甲学院高等学校に進学できない。イエズス会の学校のため、創立記念日は、フランシスコ・ザビエルの命日である12月3日である。世界各国から、イエズス会の関係者が視察に訪れることもある。2004年には、バチカン四国人の、日本での文部大臣に相当する者が視察に、訪れている。同窓会として、六甲博とも会がある。 いわゆる海軍士官型で、筑波大学附属中学校や、海上中学校、高等学校と同様の濃紺詰め入り学生服で、あるが、校内では、白色の校内儀に着替えなければいけない。心身ともに鍛えるため、現代の教育事情や社会情勢からすると古風とも、取れる面を、ただ持ち合わせている。2.3弦の授業の間に、 全員上半身裸でグラウンドを走る。ただし、紫外線が生徒の健康に悪影響を与えることを考慮し、6月上旬にある体育最後から9月下旬の文化祭終了までの期間は中止される。かつてはグラウンドを走った後にみんなで六甲体操をしていた。勉学に影響を及ぼさないように、活動は週3日までに制限されている。 公式試合前はこの限りではない。中学1年生はほぼ全員が何らかの部に所属している。全国大会への出場などの目立った成績はあまりないが、稀に、弓道部と囲碁、将棋部が全国大会に出場することがある。マンフォーアザーズの教育理念の下、様々な社会奉仕活動が行われている。六甲学院では委員会活動が活発である。 委員会活動の期間は大きく前期と後期に分けられている。前期が4月から9月、後期が10月翌3月までである。近年設立された六甲学院の生徒による代表統括期間である。生徒の意見を一員制の生徒会会議で審議、集約し、職員会議に持ち込むことなどが主な仕事である。生徒会長は7月後半に行われる。 生徒会長選挙で立候補者の中から中1から高2の全生徒と高3の有志生徒の投票によって選ばれる。立候補した会長は同時に副委員長、初期まで任命することができる。その他の委員は評議員として高校各クラスから2人ずつクラス選挙によって選ばれる。最も古くから存在する委員会、掃除の監督や朝礼の追い出し、 遅刻の生産、非番の管理までと活動は多岐にわたっている。委員は中産高産、後期は高2までの各クラスからに3人ずつクラス選挙によって決められる。訓育委員会の三役は訓育委員会の中で選挙を行って決める。教員、上級生による綿密な指導やもっとできたと思うよなど、温かい声かけや生徒同士、いや、 それは違うと議論を戦わす指導と寄り添いにより、訓育の根幹が成り立っている。比較的古くから存在する委員会。毎月1回のインド募金の実施や夏の社会奉仕活動の実施、統括、その他各社会奉仕活動の実施、統括などを行っている。委員は全クラスから2、3人まで、クラス選挙によって決められる。社会奉仕委員会の三役。 執行部は社会奉仕委員会の中で選挙を行って決める。近年発足した委員会。本館5階の学習センターで、司書の補助、具体的には、蔵車の管理、貸し出し等を行う。文化祭時には、本館各階に古本の回収ボックスを設け、蔵車の一部と合わせて古本誌を開催する。委員は全クラスからに、3人まで、クラス選挙によって決められる。 2013年度より、大委員会との兼任が不可になった。六甲学院の特徴の一つである、中間体操を管理する委員会。中間体操委員として、前期は、高3、後期は、高2の中から選ばれる。厳密な定員は定員は定められていない。中間体操委員は、中間体操が実施される、期間中は、2.3弦の間にメガホンを持って、生徒の追い出しと、 中間体操監視を行う。クラスの指導にあたる中間体操委員は、二人で1クラスを受け持ち、第2グラウンドを3周走った後に出血を取る。その他にも直前授業終了を3分後までに、グラウンドに出させるために追い出しをし、掃除を怠っていないかなどのチェックをするために、便所の見回りをする委員もいる。生徒会の直轄管理課に置かれ、 中学生の意見及び意思を集約し、生徒会や他委員会と協議する委員会。全体としては、中学生の全12学級のクラス3役、委員長1人、副委員長2人、初期2人で構成される。しかし中3のみ、全役1人ずつ、計52人アルファからなる。予算は割り当てられていない。近似は、中間体操委員の委員長は、 体育祭の委員長となる中間体操委員が体育祭委員となることがほとんどである。例年生徒全体の4割前後を、東大、京大、半大、神大等の国立大学に排出する。赤赤道率合格者も多いが、実際に進学する生徒は少ない。慶應義塾大学、早稲田大学、東京理科大学への指定校推薦枠を持っている。また姉妹校である。 上智大学への指定校推薦枠はなくなったが、カトリック高等学校対象特別入試への出願資格が変わ、与えられている。2000年代以降、医学部志向も強まってきており、国公立大医学部や難関市大医学部合格者も増えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。